皆さんこんにちは、くるくるくるです。今日もマリオメーカーやっていきたいと思います。最初は新世界の神さん、巨大マリオが行くスピラン&スロラン50秒、クリア率が、約 10% ですね。ベストタイムがモフさんだ。さてどれだけ難しいコースなんでしょうか。やっていきたいと思います。スロランは苦手なんです。はいはいはい、こうか。はいはい、ん、ここは叩く。ああ、何かあるんですね。こうか。とりあえずルールがまずまずちっちゃいマリオになっちゃいけないっていうのはなんとなくわかるんですけど、これは出さないとダメですよね。はいはいはい。で、はい、最速のやり方がよくわからないけど、まあなんとか来れてるからいいのかな。ジャンプすると下のブロックが壊れて進めなくなっちゃうと。あと13秒、これ絶対時間間に合わないと思うけど、とりあえず先は見てみたい。進む、ほい。おー、いけたいけた。なんかよくわかんないけどいけた。50秒、はいはいはい、下スターダッシュ。おー、いったー。なんか奇跡的に一発クリア。途中ダメージ食らっちゃったりもしてますけど。で、青狩りに囲まれて閉じ込められてゴール。なるほど。巨大マリオが行くスピラン&スロラン、なんか奇跡的に一発クリアできました。ありがとうございました。はい、お待たせいたしました。次は光太郎さんのコースですね。サンドイッチスピン遊んでみたいと思います。ちょっとこの間光太郎さんのコース遊んだばっかりなんですけど、ちょっと気になっちゃったんでごめんなさい。サンドイッチっていう意味がよくわからないけど、何かを挟むスピン。はいはいはい。あー、これ勢いがないといけないやつだ。なるほどね、了解しました。勢い大事。ほい。はい、お邪魔します。そして、置いてかれる、置いてかれる。危ない危ない。はいはい、これは横に立っちゃうとダメージ食らっちゃったりするんでね。はい、ありがとうございました。最初のところよりは簡単かな。これで中間、次が、はいはいはい、スピンスピンからの、はい、怖えな。ワンワンの動きってちょっと読みにくいんですよね。これでいい？はい、よし、ゴール。多分光太郎さんのことなんで、どっかに隠しもあると思うんですよね。それも見ながら行かないと。はい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 。なるほど、すごいね。羽ついたパックンの動きと合わせてマリオも上下どちらかのコースを選んでいかないといけなくなってる感じですね。ここで中間でファイヤー。今なんか嫌なの見えませんでした？七光、うわー、もうダメージ食らっちゃった。っていうか今の避けられないでしょ。いきなりじゃ。うっそー。これきついきついきつい。最初のタイミング間違ってたらもう無理。ほら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 。ほらほら。これ避けられないって。で、どうすんの？多分ね、下の七光を倒せれば、隠しルートに行けると思うんですよ。EX ルート。あれ？違うのかな？他のところにあるのかな？まあ、いや。はい、ゴールさせてもらいました。ありがとうございました。光太郎さんはこういうコースター系のコースを作るのが得意なんでしょうかね。サンドイッチスピン。ありがとうございました。はい、では今日の最後こちらに出しましょう。国内いいねランキングの難しい1位のコース、コメントさん、ハリセンボーン、こちら遊んでみたいと思います。まあ、針がいっぱいあってボム兵を使うコースだろうっていうのは想像できますけどね。制限時間10秒。はいはい。ええよくわからんかった。どうするんだ。スピンジャンプで蹴っていく。はいはいはい。こうか、こうか、こうか。
効果、効果、これでいいの？今のでいいの？え、違った？え、待った待った、今のところどうすればいいの？やべえ、わからなかった。いや、もうゴールだと思って油断しちゃいました、完全に。こうでしょ、こうでしょ、こうでしょ。ここまではさっきも来れた。ファイヤー、ファイヤーマリオか。これだ、オッケー。なるほど、ファイヤーマリオになってたの気づかなかった。普通に生き残ったもんだと思っちゃってました。いやー、この10秒の中でこれだけのアクションを入れてくるの、さすがです。ランキング1位は伊達じゃありませんね。というわけで、コメットさん、ハリセン、ボン、クリアさせていただきました。今日はちょっと短いかもしれないですけれど、この辺りで終わりにさせていただきたいと思います。また次の動画もぜひ遊びに来てください。次回はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。